201号室サガネタコマ、脳を焼かれております。ちなみにこれはね、あの連続で収録をしているんですけどあの今回はね、ガチ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 タンということで、あのガチガチタンホイさん、違う、ガチガチタンクちゃんでいきたいと思ってますが、どういう期待かっていうのね、皆さんにお見せしましょう。そう、さっきの収録でね、あの計量器を使ってたんですけど、計量器の後にガチガチガチタンというね、戦闘技能検証プログラム、そういうことをしているのは なんででしょうか。正直僕にも分かりません。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。はい、このようにガチガチタンクでも早いなって感じなんですけど、はい、この機体は何が特徴的かと申しますれば、はい、このようにめちゃくちゃな火力をバカスカと人に投げかけていく、ね、こういうことをしていくのがこの機体でございます。よいしょ。痛いじゃないですか、やめてください。よいしょ。もうなんか全然動きが占領されていないけれど、いいよ。こうやってずっと敵さんに対してあのプレッシャーを与え続けるっていうね、ことをしていきます。ちなみに AP が半分になっても8000残ってますね。これがまたガチタンのいいところ、豊富な AP と豊富な積載量と反動なくいろんなものはぶっ放せる、そういうことを利用していきたいと思います。もう全然ね全然まあ進んでないんですけど、よろしいでしょうということで、はい。ガンズ13か、名前が増えたな。621レイブンですね。ヘッドガンの流儀を堪能してこい。やだな、若干なんかノリが陸軍的なところがある。人たちとのあの仲良く任務を達成しましょうの会をしていきましょう。はい。これよりベイラブグループ戦闘 AC 部隊レッドガンによる作戦行動を開始する。早口。突入しろ。役立たずだも。役立たずじゃないんですけど。独立傭兵会。野良犬の世話をしろみたいな。レッドガンも舐められたもんだ。関係ねえ。俺たちで終わらせればいい。目標一気破壊だ。いいの。さよで。まあなんかいろいろ言われてますけど、もうすでに僕壁越えなし遂げてるんで。あれ、なんかまだ一歩できる？あ、壊されちゃった。僕批評家になるのでまとめてどっか行ってますね。ほいほい。
応あれ当たってないじゃん。はい、前線の MT も片付いたようだな。準備運動は終わりだ。続けるぞ役立たずども。役立たずじゃないって言ってるんですけど。施設はあと2機だ。先に進め。621。はーい。遠足はここからが本番だ。気を引き締めてかかる。え、遠足なんですかこれ。責任感とかなくていいんですよね。だぜ。壁にぶつかってますけど、あなた大丈夫ですか？やり方覚えてますか？負けず劣らず悪口を言ってしまう。悪口？悪口じゃない、口を悪くしていこう。目標は残り1機だ。621。はーい。どこ？ひどい遅れのゴミだ。なんと貴様の性能も大差はない。自殺の予定がなければ気づきそうですね。よし行きましょう。倒していこうね。ほいほい。3対1はね、卑怯とは言うまいね。負けじゃないですからね。はーい、壊しました。銃ダム襲撃終わりまして、はい、こんな感じでガチガチタンク組んでも楽しくプレイができるんですね。最高のゲームじゃん。構成こんな感じなんですけどもプラズマのライフルみたいなのと、あとグレネードとミサイルで、なんかタンクあって、他もね AP が高いのをとりあえず選んできました。こんな感じかな。アサルトアーマーせっかく仕込んでるのに使ってないじゃん。まあそういうもんですね。また面白い機体が組めたらちょこちょこ動画にしていきたいなっていう思っているところでございます。楽しくみんな AC6 やらね。